シェイムレス俺たちに恥はないは、アメリカ合衆国のショータイムで2011年から放送されているテレビドラマ。イギリスのチャンネル4で2004年から2013年まで全11シーズン放送されていたテレビドラマ、恥は書き捨てのリメイク作品である。2020年現在、シーズン10まで放送されている。日本語版はワウワウから放送され。 ネットフリックスでも配信されている。この番組は、シカゴ南部のカナリービル周辺を舞台にしているが、撮影は同じく、シカゴのサウスローオンデールの他にも、ワーナーブラザーズのスタジオがある、カリフォルニア州バーバンクでも行われている。第1シーズンの初回放送は2011年1月9日に、開始された。第2シーズンの撮影は、同年7月5日に行われ、 初回放送は2012年1月8日に行われた。2012年2月1日、第3シーズンの制作発表が行われ、同年6月27日から撮影が開始された。日本では2012年1月5日から2012年3月22日まで、ワウワウで毎週木曜23時に第1シーズンが放送され、第2シーズンは2012年11月1日から、 同じ時間帯で放送。さらに、2014年10月2日から2014年12月18日までの毎週木曜シニア0時、毎週金曜シニア1時に第4シーズンが放送された。また2020年より、ネットフリックスでも配信が開始された。現在シーズン1から5が配信されている。飲ンダクレの父親、フランクとその6人の子。 そしてその周辺を描いたコメディドラマ。この番組はアルコール依存症のフランクが家族を巻き込む様子を通じて今日のアメリカの労働者階級の様子を描いている。この番組の制作者であるポール・アボットはこの番組はマイ・ネーム・イズ・アールといったテレビドラマとは異なり単なる肉体労働者者ものではなく貧困をより深く掘り下げて描いていると話している。 ありがとうございます。